アルフレッドはアメリカ合衆国メイン州南西部のヨーク軍に属する町であり、同軍の軍庁所在地である。メイン州とニューハンプシャー州の宗教の近くにあり、またマサチューセッツ州にも近い。2010年の国勢調査では人口3019人だった。ヨーク軍には人口で2万人を超えるサンフォードなど、アルフレッドより人口の多い市長がいくつもあるが、軍内で 地理的に中心にあることから、アルフレッドが、軍庁所在地であり続けている。町内には、マサベシック実験林の一部がある。町内にある48件の家屋を合わせた、アルフレッド歴史地区と、アルフレッドシェーカー歴史地区が、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。アルフレッドは、ポートランド・サウスポートランド・ビデフォード大都市圏に属している。 アベナ貴族インディアンがこの地域をマサベシックと呼んでおり、大きな池あるいは多くの水がある場所を意味していた。1661年から1664年に、祖皇の工場所有者であるウィリアム・フィリップス少佐がインディアンの州長ホンビノウィットとミークソームから買収した大きな土地の西部にあった。歴史家でメインアルマナックの編集者のジム・ブルネルによれば、 その土地の代価は大きな毛布2枚、ラム酒2ガロン、粉2ポンド、マスケット銃弾4ポンド、ビーズ20本、その他の物品だった。マサチューセッツ州ニューベリーのシメオンコフィンが1764年に移ってきてしばらくウィグアムに住んだ。ただし最初の高級的な開拓地は1770年に作られた。この町は 三ー度のノースパリッシュと呼ばれていたが、1794年2月4日に分離して別の地区として法人化された。水流の力を使った製材所や製粉所が運営された。1803年に木造の監獄が建設され、1869年にはレンガ造りに変わった。1806年、アルフレッドがヨーク軍の軍庁所在地に指定され、 軍庁舎が建設された。町としては1808年に法人化され、町名はイングランドのアルフレッド大王から取られた。1828年に領域の一部がサンフォードに譲られ、1847年にはウォーターボロの町から一部を編入した。ロチェスターポートランド鉄道が1864年にウォーターボロから伸びてきて、1871年には ニューハンプシャー州ロチェスターとを結んだ。1910年から1920年には、毎日30本以上の列車がアルフレトを通ったが、自動車時代に入って、あまり利用されなくなった。旅客列車は1949年に停止され、最後の列車運行は1961年となった。1947年の厳しい干ばつ時に大化が起こり、 森林4500エーカーと家屋2軒を焼いた。アルフレッドシェーカービレッジ、1915年頃、アルフレッドではかつてシェーカー教の社会が繁栄したことがあった。1783年シェーカー教会の教徒がマサベシック池近くの丘に入植した。この教徒が高骨とした礼拝を行ったので、彼らをメリーダンサーズと呼んだ者もいた。 歴史家のジョージ・ J ・バーニーは、彼らは当時宗教に熱狂しており、その端敵の中で節操を書いたこともあったと記している。1872年、アルフレッドの北部に教育学区第5号スクールが建設された。それは1921年まで学校として使われた。その後は、地域社会の多くの機能を果たしてきた。2009年には、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。1873年、ルイス・エイチ・カイ・ワグナーが大西洋岸の北リー沖にあるショールズ諸島のスマッティノーズ島に向けてボートを漕ぎ出した。最初は強盗を働くつもりだったが、結局、島に残されていた3人の女性のうち2人を殺すことになった。警察が彼を捕まえたとき、その司法権は、 ヨーク軍とその軍庁所在地であるアルフレッドに渡された。当時のメイン州では最大の裁判がアルフレッドの裁判所で行われた。ワグナーにはほとんど弁護することがなくすぐに有罪と判断されトマストンのメイン州立刑務所の公主代で処刑すると宣告された。ワグナーは移送を待っている間にアルフレッドの監獄を破って逃げ出した。最後はニューハンプシャー州。 カーミントンで捕まえられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は27.92平方マイルで、あり、このうち陸地27.25平方マイル、水域は0.67平方マイルで、水域率は2.41%である。町内をムルサム側の中央支流、リトルフィールド側、ヘイブルック、トラフトンブルックが流れている。 イートン丘陵の標高は602フィート、ブラケット丘陵の標高は480フィートある。町内の最高地点は標高線2 0フィートのフォートリッジであり、シャプリー町との町境にある。パーソンズ記念図書館、1906年、1905年に、ジョージとエドウィンのパーソンズ兄弟から寄付された、ヨーク群庁舎、1908年以下は2010年の、 国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アルフレッドの調整は3人の委員で構成される調整委員会が行っている。委員はタウンミーティングで任期を3年として選出される。アルフレッドの公立学校に通う児童は幼稚園から5年生までアルフレッド小学校に行く。6年生から8年生は ウォーターボロにあるマサベシック中学校に通う。9年生から12年生はやはりウォーターボロにあるマサベシック高校に通う。小学生は私立のアンリミテッドビジョン、モンテッソリ学校に通うこともできる。ありがとうございます。